17時24分か。やるか。あれだな、一回ブレイクして軽減バフ外れた時、一気にあのもうモッドいっぱい打っていいな。それ意識しよう。ちょっと挑発して、ちょ軽いなめで最初刻印を打つと、でちょっとこれでスイッチ試させてもらう。なるべく移動は歩きがいいけど、やばかったらちょっと走る。で最初は探検ブレイクしか来ないから、基本探検を構えてていい。でなるべくスイッチ貯めたいので、ちょっとおにぎり打ちたい。で移動はなるべく歩きだけど、ここ感触を起こしだしたら探検ブレイクをする。入るかな。ブレイクしたとき、あ、入れ、あ、よし、入った。これは逃げらんないから、仕方ない。これ SP 回復させてもらおう。これでちょっと逃げて、で、これで、おにぎり、衝撃破片で、まあ、確実に入れていきたいところではあるけど、やばい。これで、はい、いけるか。いけた。でこう片手直剣のスイッチチャージでなんとか。次ブレイクしたら覚醒しよう。あ、ま、間違った。これは間違った。探検ブレイク来た。あ、逃げらんない。これいけたか。いけた。覚醒しよう。くらえ。あ、なんでやめて。あっ、くっそ。覚醒中やぞ。覚醒時間なくなっちゃうよ。よしよしよし。まだ軽減バフついてるかな、こいつに。あ、まだついてない。よし。あー、 SP 足んねえ。 SP 足んねえな、マジで。左、左手、左、右手。ゴッドハンド、マジンザハンド。これで、よし。よし、一撃でも奥入れる。よし。なんでフルバーストの時代にこんなモッドなんかで戦わなきゃいけねえんだよ。わけわかんねえ。4発目来る。SP 足りてる。よし。まあ、これはこういうアトラクションだと思って。ああ、もうやだ、これ。3発来る。よし、刻印入れる。打つ。よし。あんまミスると時間なくなっちゃうんだよ。近づく。刻印入れる。よし、そろそろ直剣ブレイクが来るか。これで残り HP 見れねえんだよな、この状態。ちょ、ゆっくり歩いて。この間にスイッチ試させてもらおう。多分あんまダメージ出ないから。あ、これか。感触起こして、こうか。お、来た来た。これは、これどうせ覚醒すぐさ意味なくなるから、この時に使っちゃう。よし。あ、500万いった。スイッチ3、スイッチチャージ、あ、スイッチチャージじゃねえ、オーバーチャージで来たんじゃね、これ。もう覚醒半分溜まったら使っちゃった方がいいんじゃね、これ。おっと、危ねえ。危ねえ、こいつ。頭危ねえ、こいつ。両手。よし、来た。これで、今、刻印乗ってる。逃げろ。逃げらんない。
スタン耐性入れた方がいいかな、これ。あ、死んだ。これブレイクタイマー？あ、ブレイクタイマーだった。なんで今入れたんだろう。なんで今黒猫入れたの。これ今軽減バフついてないからいっぱい攻撃しとこう。ここ刻印とか、あこれ間に合わない。ちょ、黒猫入れよう。黒猫ヤマトの宅急便で。あー、ちょっと回避できなかったな。確率だから仕方ないか。あ、死ぬ。死ななかった、奇跡的に。おもろ。もうお構いなしに攻撃しとか。でもスイッチ貯めるの予選かな。今軽減バフついてるから、まずいな、まずいな。これでもちょっとでもやっぱ攻撃入れとかないと。ああ、そっか、ダメなんか。あ、これで避けられるか。これ4発目来る、4発目来るから、これで入れよう。まずい。あとはよし、スイッチ貯めさせても、スイッチ貯めるだけなら通常攻撃でもいいんか。これちょっと地味に攻撃入れとこう。でも100万入るんだ。これでいける。いけ、よし、小春の刻印乗った、来た、乗ってきてる。あっと、よし、よし。あ、なんで、あ、やばい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 、死んだ死んだ死んだ。まあ死んでもまあ覚醒ほぼ溜まってないからいいんだけどさ。やばい。でもさっきブレイクしたから結構いいんじゃないか。軽減バフが外れてるはず。ほら外れてる。ちょ、これで安全に入れてくか。あ、まずいまずい。おっと、危ねえ。4発目来る。小春頼む。よし。ここでもし残土のブレイクが来たらまずかった。今クールタイム中なんで。ちょっとスイッチ貯めさせてもらおう。ちょ、ブレイク待つわ。いや、ブレイク、いや、どうなんだろう。ブレイク待ってる余裕ないぞ。でもブレイク待たないときつい。あ、ブレイク待つか。いや、どうしよう。これちょっと一旦攻撃してダメージどれくらい入るか見よう。112万か。今執行者も入ってそれだからちょっときついかな。いや、でもやんないよりやった方がいいか。ちょっと危ねえけど、いや、でもブレイクのが大事だな。ちょっとここはスイッチ試させてもらおう。ブレイク来ねえな。ブレイク来ねえな。これ覚醒しちまうか。リコレクションだし覚醒しちまうか。あー、なんでこんな時に。やめろよ。なんでこんな時に。測ったな。あー、感触起こすな。うわー、なんかうまくいかねえな。 SP 回復、 SP 回復。あ、いや、死ぬ死ぬ。きついきつい。なんだこの
なんか姿勢正してレイみたいな。ああ待って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 暑いなぁ、どうしようかなぁ。これいつになったらブレイクくんの。ちょっと離れた方がなんかくんだっけ。7割くらいの確率で探検ブレイクが。あれどうなんだっけ。あれあエアー来ない。あ来ない。あ死んじゃうって。それ橋に追いやるのはやめてくれ。超離れてたらほら来る。違うブレイクだが、いけ。よし、小春はそっちに攻撃してんのか。よしよし入った。よし来た、俺のターンだ次。あー待って、 SP が足んねえ。あー終わった。まあいいや、これは無難に攻撃しとこう。よし、まあこう地味に攻撃しとこう。もう覚醒しちゃおう。あブレイクしてから覚醒が良かったな。まあいいや。あー小春早いって。それは逃げろ逃げろ逃げろ。もう一発来る。よしよしよし来た。あやばいやばいやばい、これ間に合うかな。間に合ったー。いけ、鬼バフ乗ってる。来たー。よし SP 回復しろ。あこれまずい。おっと、あーあーあああ、これ間に合うかな。間に合う。いけ。よし来た。きつすぎる。マジできつい。あーなんで。あーまずい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 。まずいってやばいって。あ刻印乗せた方、一撃食らいやがれ食らいやがれ。やばい、これか。もう一撃、あ違う来ない。あこれミスった。あミスった。やばいよこいつ。やばいよやばいよ。あ死んだ。えこれあと6分しかないじゃん。いけるかな。あなんで。あ棒でばかかってる自分に。これがいけんって試してないでいいか。よしブレイク来い。多分超離れてるとブレイク来る。7割くらいで確か、多分そうらしい。本当かどうか知らんけど、ほらほら来たほら。お前の手の内は分かってんだよ。あー
SP が足らんけ、刻印入るからこれだけ申し訳程度に入れとくか。あっ、やばい、もういいや、構いなしに入れちゃおう。ふい、感謝ここすねって。小春が追いついてない。あっ、小春押せよくんの。この3連何連撃かのやつの後の硬直がちょっと遅い気がするんだよな。あれ入んなかった。あ、まずい、土、あ、まずい、ちくしょう。あ、死ぬってこれは。覚醒したかったな。あと4分しかねえ。くっそー、ブレイクしよう。なんとかここでブレイクしたい。ちょっと遠く離れてればブレイク攻撃が来るはず。なんで何もしてこないぞこいつ。うぜえ、ブレイク来ないと俺全然ダメージ出ないんだけど。これ、え、これでも、あ、そこそこ出んのか。ブレイク来い、長えよ。え、何もしないつもりかこいつ。タイムアップまで待ってんのかこれ。うぜえなマジで。やめてくれ、やめじぐり。あー、3分しかない。ゴリ押しいくか。あ、もうゴリ押しいけるんだ。あ、もうブレイクとかいいや、ゴリ押しでいこう。刻印入れてゴリ押し、多分100万は出る。逃げろ。あ、今棒でバカかってるからちょ攻撃しない方がいい。あ、死んだ。せっかく覚醒溜まったのに。くそ。2発、3発。あ、なんで。くそ。いけ。あと2分いけるか。あと2分あー、これちょっと間に合わないな。あ、ちょっとこれはいけるか、いける、いける、いける、いけ。あー、なんか倒せんじゃねこれ。ギリギリ倒せんじゃね。あ、やばい、よし、少しでも。あー、これ削れる、これいける、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 いけるぞ。いける、いけ、いける、いける。よし、うわ、あと、あと50秒、50、あと50秒。あ、いける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 。やった、やった、倒した。あぶねえ、マジで。あ、倒した。しんどいってこいつ。カオス215より厳しいんだけど。あー、やっと倒した。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。